はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、遊戯王マスターデュエルバージョンアップデートがマジ神アップデートとか言われてる、アップデートが来ましたのでちょっとご紹介していこうかなと思ってまして、だから皆さんに実施したアンケートにていただいたご意見ご要望を拝見し機能を回収しましたということで、なんかねありえん量のアップデート内容が来てるんですよね。ありえない量のこれ毎回アップデートされるとなんかマスターデュエルってかなりね見やすくなったり機能性が改善したりなんかめちゃくちゃ神ゲーになるんですよ。ちょっと見ていこうかなと思いますね。はい、で主な更新内容がまず特定のカードを使用してライフをゼロにした場合の演出の追加、ブルーアイズホワイトドラゴンだと。はかっこよすぎだろこれ。クソかっこいいやないか、クソかっこいいわこれ。でターン中に効果を使用したカードにアイコンを表示、どういうことだ。一部のカードでターン中に使用した効果の文章にチェックマークを表示ということや、チェックマークが出るようになってるとかいう話を聞きましたけども、出てるわ。ターン中に効果を使用したチェック、めちゃくちゃありがたいいやこれめちゃくちゃ分かりにくかったもんね。ティアラメンツ毎回使ってる時さ、あれこれ発動したっけ、誰だっけ最初発動したみたいな、ログを確認するみたいなね、なんか時刻みたいな作業をしてましたけども、これめちゃくちゃ分かりやすいな。これなるほどね、これ神アップデートだこれ。これティアラメンツ使い大歓喜だわああマジで。カード説明画面の背景色をカードの持ち主に合わせた色に変更。そういうことか。なるほど、相手のカードは背景が赤くなってるね。で、自分のカードは青くなってると。だからこれあれだな、心変わり純正になったから、心変わりでパクったモンスターが、どっちのモンスターが分かりやすくなってるみたいなことですな。まあ、これは完全に心変わりが影響してそうですね。はい。で、カードを選択する際にダブルクリックで決定可能に変更。なるほど。今までは、これ選択して、なんか選択して、なんか決定的な選択みたいなことをしなきゃいけなかったけど、これなんかダブルクリックしたらいけるらしいですね。ダブルクリック。あ、いけるわ。ほんまや。ただこれちょっと、あだな、マウスを連打する人は注意した方がいいですね。これ全然ちゃうやつ選択しちゃうみたいな。イライラしてめっちゃ連打すると違うやつ選ばれるから注意。ルームマッチに関する、更新。デュエル時間にとても長いを追加。はあ。ほんまや。とても長いあるわ。地獄のソリティア研究が進みますね、これ。はい、ソリティア研究から原始の種ループはできんじゃねえこれ誰がこの秒数でデュエルすんだみたいな話あるけどな。まあ、多分なんかその配信で解説とかなんか考え方とかをこう共有しながらデュエルするとかだったらいいかもしれないねこれね。うん、ルームのデュエルを観戦する際に現在のところからも観戦できるように変更。ああなるほど、現在のところからっていう、ああボタン出てくるわ。確かに今までなんか初めから押すとなんかあれでしたもんね、超高速で早送りしないとライブのところまで行きませんでしたもんね。一体全体どうなっているんでしょうか。意外とスッと行くな。お、ほんまや、急にカラクリ大将軍ブレイド出てて草なるほどね、これは感染がしやすくていいわ。うん、まあこれもまたあれだろうな、 WCS のまあ予選とか、まあ、大会の調整とかに向けてやってんだろうなこれね。チームに関する更新内容、対戦相手のチームを指名できるように変更。まあ、そもそも指名できんかったらおかしいんじゃないかって話だけどちょっとやってみるか。チーム戦作って、これでなんか何でもいいわ。はい、こうすると対戦相手を指名するっていう、これね。あーなるほどね、チーム ID ね。はい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 、ここを入れるんだ。でチーム情報のこのなんかチーム ID コピーして相手のチームの ID をここにぶち込むと対戦できるみたいな。まあ、もともとこれなかったのか逆におかしいけどなスーパーランダムマッチングでチーム戦機能誰も使ってなかったからさ、この機能。まあ、これも WCS のなんかあれだろうね、チーム戦を意識した感じなんだろうね。これ多分このチーム戦なんか賛否両論あったけど、これ多分なくなんねえや、これチーム戦でいくわ多分 WCS 多分な、この感じ。デッキメニューを開いた状態で次のカードに移動できるように変更。ああ、なるほど。どういうこと？これ、この機能のことかな？これ、なんか元からなかったっけ？これ。あれ？ちょっとわかんねえな。どの機能のことだろう？ちょっとよくわかんねえけど、なんか便利になったらしい。ちょっとわからん、これ。
ボーナスパックを最大100パックまで同時に開封できるように変更。あ、これめんどくさかったもんね。あのリバードチケットみたいなやつでしょ。あれが100パックまで同時に開封だって。俺持ってんのかな今。死ぬほど持ってるわ。240持ってたわ。これ100パックを剥くと、はい、あーなるほどね。これで全部が一気に、あーそういうことか。はい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 、これね。これなんか毎回10パックずつでクソめんどくさかったですもんこれなるほどね、最強カード来た。なるほど、これは便利だわ。100じゃなくてもう持ってるやつ全部剥くっていう機能も追加してほしかったけどな。チケットを所持していない場合でもボーナスパックを表示している。はぁ、なんかあれかな、あのチケット持ってなくても一応こういうボーナスがありますよみたいな表示ができるようになったってことかな。はい。で、その他ホーム画面のトピックスを押した際に直接関連画面に移動できるように変更。メンテナンス、あーそういうことね。はい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 、これ便利だわ。お知らせ画面においてお知らせを開いた状態で次のお知らせに移動できるように変更。あ、まさにこれじゃんこういうことでしょ。あーなるほどねはい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 、お知らせを読破することができるようになったことね。これ誰得だこれちょっとわかんないけど、まあ確かに一回戻ってから読むのめんどくさったもんこれ。こうやって戻ってこれ次のやつこれ行くみたいな、これがなくなってこれでバリバリに速読できるようになったらしいですよ。はい、お知らせやりましたね。で、不具合修正がいろいろあって、なんかこの辺のカードがなんかいろいろ不具合が直ったっていうことなんですね。はい、赤シャリの軍艦なんか不具合あったんだ。へー、なるほど。実施したアンケートにていただいたご意見ご要望を参考にしたらしいけど、なんか絶対お前そんなご意見なかっただろみたいなでもそういうのもたまにね、ありますけども、まあ基本的にかなり神アップデートと言っていいんじゃないでしょうか。はい、なんかこのブルーアイズの演出が追加されたことによって、今ブラマジとブルーアイズがあるから多分主人公系のカードにはバンバン追加されていくのかもしれないね、もしかしたら。まあ、次がそのまあ優勢、あ、次あれがヒーローだから、あのフレームウィングマンとかですか、フレームウィングマンのフレームシュートとか、まあ、あのスタラスドラゴンのシューティングソニックとか、なんかそういうのが追加されていくかもしれませんね、もしかしたら。はい、楽しみにしていきましょう。まあ、総じて神アップデートだと思いますが、なんかそのこの感じを見るに多分 WCS はチーム戦が揺るぐことはなそうですね。なんかね、結構ね、ガチでやってる、このゲームガチでやってる方、ガチ勢の方々にはめちゃくちゃ不評で、WCS のその、チームを徒党を組んで、なんかその、誰でも出れるみたいな、その、だからまあ口悪いけど、なんか雑魚が出れるみたいなね、まあそういう、なんか仕様どうにかしてくれみたいな意見結構あったんですけども、このままチーム戦でいきそうな感じはあるなこれ見ると。まあ皆さんも今回のアップデートどう思ったかね、ぜひコメント欄で残していっていただければなというふうに思ってます。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、遊戯王マスターデュエルは神ゲー。